愛する盆、司会の志田ひかるです。よろしくお願いいたします。本日も埼玉県蕨市にあります愛する盆道場レッスルアリーナよりユーストリームを使って全国全世界あなたのもとへお届けいたします。ちょっと引いて、そう、引いて引いて、もっと引いて、はい、見ていただければ分かる通り、一人ぼっちです。後楽園前は毎回やってきますね。今日も、私とあなたのタイマン勝負でいきたいと思います。よろしくお願いします。寂しいね。じゃん、あと2日です。リボンの騎士たち2012まであと2日となっております。あさってです。緊張しますね。このあさってですよ。もうこの2日間自分は緊張しつつ、モチベーションを上げつつ、ロッキーの曲を聴きつつ過ごすんだと思います。そんな今日はですね、後楽園直前スペシャルということになっております。先日決起集会というものが行われたんですけれども、そちらの模様を今日はたっぷりとご覧いただきつつ、9月23日に行われる後楽園大会の対戦カードを VTR でドドンとご紹介したいなと思っております。こちらの VTR がですね、まあ今回カツカツです。後楽園ホール大会は盛りだくさんすぎて、なんで時間の都合とかでもしかしたら流れないかもしれない、流れないかもしれない、流すかもしれないということで、この、19時女子プロレスで見ていただいて、予習をしていただいて、でこう万全な状態でね、選手も皆さんも万全な状態で後楽園ホールに到着できたらと思う次第でございます。一人だとね、難しいよ、フリートークとか。フリートークとか書いてあるけどね、無理だからね。誰とトークすんのよ、だって。一人じゃん。難しいですよ。じゃあ、ちょっと皆さんね、RPS なのって書いてあって、RPS ってなんだっけと思ったら、レッドパンツ志田ですね、これ。ありがとうございます。定着していただいて、ありがとうございます。はい。オビアン、そうです、オビアン、オビアンが誤報を流しました。本日19時はありませんと帯広がつぶやきましたが、がっつりやっております。もし見てない人が、友達がいたら、やってるよと教えてあげてください。はい、じゃあそろそろ行きましょうかね。VTR をご覧いただこうと思っております。たっぷりお見せいたします。 VTR どうぞ。でかいし、練習をしてるとリングが壊れそう。音がやばい、バーンってなって、受け身を一発取るとリングがもうすごい揺れるんですよ。でロープワークするでしょ、ロープワークしたら傾くんですよ。前転してもガンガンって感じだし、ロープは切れるんじゃないかって思うし、本当にすごいです。あのアイスリボンのリングちょっと頑丈に補強した方がいいと思います。でもロープスタイで今からプロレスに挑戦、そう、相当な覚悟がないとできないと思います。あるっていうことでいいんですか。私は中途半端な覚悟があります。あります。じゃあ受けます。ありがとうございます。いわゆるプロさんに出てる人なんですね。はい、そうです。松本ひろさんという人は、はい、面白いやつだからバッハッハーで笑って済まさないというのは
あのプロのレベルに達しない人は結構ひどい目に遭うというのが、はい、まあ、藤本司選手なんかは非常によく知ってるわけですけど、勝つんじゃねえかと思ってるんですよ。マジで？あのね、多分間違いなくヒロさんは持ち上げられない。いや、そりゃそうでしょ。持ち上げられなかったら多分ヒロさん技あんまないと思うんですよ。フィニッシュってほとんど持ち上げると思うんでしょ。はい、だからもしかしたら、アイスリボンは散々ヒロさんにボコボコにされてますけど、はい、もしかしたら松本ヒロを倒す一番最初の人間になるんじゃないかって、ちょっと期待してるんです、私は。ここでちょっとだけ明らかにしておこうと思うので、はい、今日はいろいろ聞いてきたんです。聞いてきたというか、調べてきて、はい。大島クジラ情報。はい、まずですね、大島クジラはデビューが決まって仕事を辞めました。私も全く同じ気持ちです、はい、仕事を辞めました。伊橋豪太みたいですね。伊橋豪太、近いかもしれないですね、はいはい、そして人生もかけたデビュー戦なので、はい、うん、その辺はちょっと本当に応援してあげたいなっていうのも、アイスリボンとしてそういう女子を応援するのがアイスリボンだと思うので、はいはい、もう本当に全力でサポートしてあげたいと思ってます。なるほど、はい、じゃあ、まあ、期待半分、怖さ半分、ひょっとして手落ちではないかと思われているのでは期待していいということですね。彼女は本当に本気です。仕事辞めちゃいましたからね、はい、仕事、はい、そうです。わかりました。はい、では次の試合、はい、VTR お願いします。ビューティービームアグレッシブ
で、BBA38 です。これババアっていうことじゃないですか。これはちょっと真面目な話なんですけれども、はい、まず一番気になるのは、はい、このメアリさんのおしゃれな三角巾なんですが、そうですね、はい、まあ、昼の試合をご覧になってた方はね、多分ご存知だと思うんですが、肩の方ちょっと痛めてて今日の試合は休まれたんですが、まあ、大事を取って大事を取って、はい、まあ、コラクはここになん鉄の棒を入れてね、いやそう頭とか叩いてやったらいい。腕じゃなくて肩なんでしょ。はい、メアリーさんも、チリーさんもですね、まあ、まずメアリーさん、アイスリボンの中でアイスリボンとか割とこうタイトルもいっぱいあって、はい、挑戦の挑戦割とメアリーさん少ない方ですよね、タイトル挑戦の機会というのは。もちろんですね。チリーさんの方も、まあ、いろんな団体で活躍されているんですが、はい、割とこちらもあのちゃんとしたタイトルに挑戦する機会というのは意外と少ない。まあポチポチはあったんですけど、はい、そうですね、出てる試合数とか団体の割には、はい、どちらかというと挑戦機会に恵まれてない、恵まれてないですね。これは結構千載一遇のチャンスというか、あの割とコミカルな感じで話は進んでるんですが、はい、あの年の差対決みたいなとかね、はい、そうですね、はい、結構チャンスですよね。まあベルトというチャンピオンになるチャンスですからね、はい、はい、ここはね大人の余裕を見せて、はい、しっかりね泣きべそを吐かせてやろうと思ってます。はい、対する、チャンピオンチームの方なんですけれども、自分らのこれは勝てるぞっていう根拠を一つずつ、やっぱりおばさんなので自分たちは走っても走っても走ってもスタミナはあるので、ちょっといっぱい走らせて倒れるぐらいにしてやろうと思ってます。はい、おばさんは多分怪我とか治るのが長いと思うんですけど、自分たちは若いから治るのが早いので、肩をこう中心に攻めて2人で行きたいなと思います。絶対走らない。走らなきゃいいんです。走らなければいいんです。バカで子供だからね、もう作戦を言っちゃってね。そうね、若いだけでチヤホヤされるっていうのにね、矛盾を感じるんですよ、私は。あなただってずっと年ごまかして。年をごまかしたことはありません。言ってないだけです。ごまかしてたことは言わなかっただけですよ。どんな堂々と違う年齢を言ったことはございません。その若いだけでね、チヤホヤされる奴らを叩きのめすために、はい、ね、年じゃないんだからね、人間はね、皆さんね、ほんとね、そんなさ、新入社員が入ってきてさ、こう若いやつが入ってきてさ、仕事とか何もしないで、俺が若いからってそんな、いや、キムチ焼かないでくださいよとか言われたら、みんな頭にくるでしょ、ね、そういうことなのよ、本当に。なんだって、もう耳が遠くて聞こえないよ。何何何、おばさん、おばさん聞こえない、はい、聞こえない、あのね、これは言っときます。あの年上の人と、こういう対立図式になった時におばさんとか言えないしか言えないうちはプロレスラーとしてはまだまだですから、もうちょっと勉強してきてください。一番簡単な悪口ですから、そこはちょっと当日までに。なんかどう見てもおばさんじゃないですか。ほらまたおばさんって言った。ほらまた言った。やばいやばいやばい。あんたたちもっとだけないです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、やすもつ次の V 行ってみましょう。さくらさんともう一度プロレスがしたいです。すごいいつも本当に感謝してるんですけど、最後の最後にもう一つだけわがままを聞いてください。次の後楽園ホールで私
あゆみさんと、もう一度、一緒にプロレスがしたいです。小学校3年生の頃からプロレスを始めて、やっぱり成長していく中でいろいろプロレスが変わったりとか、自分の心境も変わったりとか、関わり方が変わってきたりとかして、この先どうしたらいいのかなってすごく悩んだし、自分が成長ここまで来れたのはさくらさんの本当におかげだから、物置だった南海診療所の1階をみんなで掃除したりとかペンキ塗ったりとかして、市ヶ谷アイスボックスにした時のようにもう一度何か団体を旗揚げしようとしてるさくらさんのそばに自分はいたいなと思いました。最初からいるのが葵ちゃんなんで、やっぱりなんか2人とも違う思いを持ってるかなと思います。いつも皆さんにはわがままを聞いていただいて本当に感謝してます。これが最後のわがままなので聞いてください。私はこれで退団します。私はプロレスを続けます。これをさ、本人、まあ今日は来れなくて、はい、代わりに藤本さんが喋らなきゃいけないんですが、何を喋るという。もうちょっと涙が出てるんですけど。大体決まった次の大会で藤本さん非常にいいことをおっしゃったんですけれども、はい、プロレス続けてくれるならいいと。はい、実は自分ずっとリボさんと連絡を取っていて、まあ、相談もされていたんですね。で、ちょっとお話がありますというふうに本当決意したようなメールが来た時に、絶対辞めるんだと思ったんですよ。はい、絶対辞めちゃうんだろうなと思って、もうすごい自分の暗い表情のままリボさんと会った時に、アイスリボンを退団しますと、退団したいと言われた時に自分は良かったって思ったんですよ。辞めるんじゃないんだ、良かったと思って、なんかもう本当続けてくれるだけで自分はやっぱりリボさんっていうプロレスラー本当価値があると思うので、正直嬉しかったですね。プロレスをやめるんじゃなくて、うん、アイスリボンを退団するっていう、はい、はい、いや、そうなんですよ。今正直こうどんどん退団選手がアイスリボンいっぱいいると思って思われていて、こうね、他の方外から見たら大丈夫かって思われてると思うんですよ。しばらく彼女をこう、リオ選手をね、後楽園で見る機会もしばらくはないと思うので、まあ、受験というのもあるし、そうですね、はい、仮に桜選手のところに行ったとしても、うん、まあ、しばらくはそんなに試合数もそんな頻繁にやるという感じもないだろうし、うん、大きい舞台も多分今回が最後だと思うので、はい、目に焼き付けておきたいですね。そうですね、ちょっと私もこの試合は絶対見たいと思っていて、はい、やっぱ葵さんもこの映像にはちょっと入ってなかったんですけど、私も違うって言った言葉があったんですよ。その時に私本当にドキッとしたんですけど、私も点々点違うのその言葉で、はい、ちょっと葵さんらしいなと思って、うん、なんか明るい試合になるんじゃないかなって思いました。そう願いたいですね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次の試合の振りお願いします。次の後楽園が最後というのであれば、私とシングルマッチをお願いします。お願いします。
今決めました。葵様が決めた、決定。新海さん、新海さん、空気を抜いたらいいですか。そんなわけねえだろ、バカ野郎。できないって言うの知らないからって適当なこと言ってんじゃねえぞ。すいません、今回いいなかったです。
ちの全力対応戦だ。そうですね、まだルール。でもなんか向こうはもう3本勝負やる気でいましたね。向こうから言ってきてましたから。はい、3本勝負で。まあそうですね、後楽園のリングで普通にプロレス、まあ周りはみんな多分普通に試合すると思うので、はい、ちょっとまあいかに周りと違うことやるかっていうことに。それはもう、はい、モノマネとかそういうのもまず、まあモノマネかまだ何か分かんないですけど、はいはい、うん、ちょっと皆さん考えてください。まあ、今回勝ったら、はい、経営権をくれるっていうことなので。いや、そんな話してないよ。まあね、エビスコとかね、いろいろありますけど、まあ、両国2デーズもあるし。あなたが好きなんですか、相手の両国2デーズ。はい、そういうことになっちゃいました、今日。はい、崖の淵プロレス両国2デーズなんですか。はい、これをかけて頑張りたいと思います。はい、じゃあ試合形式とか三本勝負でもちょっと今から、うん、はい、時間の間ねって。そうですね、いかに自分が勝ちやすいかというものを、はい、選びたいと思います。勝ちやすいルールで。まあ、こればっかりはもう本当に何がどうなるかまるで想像もつかないし、今からのコーナー行ってもしょうがないので、はい、当日を楽しみにしていてくださいと、はい、いうことになりますね。はい、全くほぐしてないですね、高木さん仕事やるので。全くビビってないですね。そうですね、はい。まあ、とりあえず、これに関しては来年の両国2デイズが、はい、竹野市2デイズにならないか、5年後の東京ドームもね、見据えて。はい、プロレス界、竹野市東京ドーム、はい、プロレス界のためにも高木さんには頑張ってほしいと思います。いやいやいや、自分応援してください。はい、はい、それでは、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にピンと来なかったです。戦場と、対抗戦を経験している中で、今回ウェーブとは今までずっといい関係でいたので、自分は立候補しなかったのがその理由です。意義あり。お前試合しなくてもいいってことこれは思うよ。まあ、だったら廃業しろよ。自分の団体の自分のビッグマッチで試合なくてもいい。
やる気あんのないの、はっきりしないわ。あんのから、でもやる気見せろよ。自分がいくつになります。今アイスリーボーはどんどん人が辞めてっていて、あまりいいイメージを抱いてない方がすごく多いと思うんですけど、今だからこそ団体の対抗戦という形でアイスリボンの団体力を見せつけたいなと思っています。でも前回は自分のキャプテンとして、アイスリボンのキャプテンとしてやりたいと思うので、絶対に勝ちたいと思います。キャプテン司でアイスリボンを私が引っ張りたいと思います。対抗戦に出場する、成宮選手、久保選手、鴨川選手に、来ていただきましたけれども、これこの間ちょっと特に藤本選手からの問題提起みたいな感じで、はい、この試合は交流戦なのか対抗戦なのかというふうな、まあ、ちょっと問題提起が行われた、はい、ちょっと改めてそのあたりのお話を。そうですね、まあ、私は2年前に戦場との対抗戦を経験している時、経験しているんですけれども、その時はもう戦場の方からアイスリボンなんてプロレスじゃねえよとか、そういうことを言われたので、もう本当にムカついてたんですよ、はい、でそういう気持ちがあったので、対抗戦って聞いたからです、絶対出てやるって、もう本当に因縁があっての対抗戦だったのですごく燃えていたんですけど、今回ウェーブさんと来た時に対抗戦なのかなって、ちょっとあんまりピンと来なかったんですね、正直。多分お客さんもうなずいてる方が多いと思うので、そうなのかなと思うんですけど、だからなんで対抗戦をしなきゃいけないんだろうなって、あの時とちょっと気持ちが違うなと思って、もう私自ら立候補はしなかったですね、うんうん、そもそもの口火を切ったのはハムコさん、はい、なぜウェーブと対抗戦だったのか、そのあたりから。私はその戦場の時に、対抗戦の時にいなくって、はい、まあいろいろ言われているのは分かったんですけど、はっきり言って心からの感情を持っていなかった、まあ悔しい、まあプロレスじゃない学芸会だみたいなことを言われた時に、まあ悔しい気持ちはあったんですけども、やっぱり北海道にいて目の前にしていなかったので、そこまでやっぱり気持ちが分からなかったというか、はい、で今ウェーブさんに参戦させていただいて、リーグ戦出させていただいて、別に全然そんなウェーブさんが嫌いとかあるわけじゃないんですけれども、逆になんか交流戦ではなく、まあ、ウェーブさんと一緒に戦っていくことによって、はい、アイスリボンの魅力を出していけたらなっていう考えが、はい、生まれまして、はい、はい、そして成宮選手は割と早い段階で、今回の対抗戦のメンバーに立候補しました、はい、まあ、自分は正直その対抗戦だから立候補したっていうのは最初なくて、まあ、相手にガミさんと水上亮選手がいらっしゃったんですね。でガミさんにシングルで負けていたんですけども、すっごいなんか悔しいけどいろんなことを学んだ試合だったっていうのもあって、もう一回戦いたいっていう気持ちがすごく強かったっていうのと、あともう一人水上亮選手、自分女帝に出させてもらった時に水上さんに負けたんですよ。しかも私生まれて初めてのダイビングギルチンを受けたのも水上さんだったんですけど、やっぱり技もアルゼンチンを使ってギルチン使って結構かぶってるから、やっぱりその先輩ですけど意識してしまってる自分がいて、戦いたい相手が2人いるっていう時に、もうこれは絶対自分が戦いたいと、ここは美味しいぞと、これは美味しいぞと、割と個的な理由で団体対抗戦とかするのはあまりなかった、はい、正直立候補した時はありませんでした、ね、うん、はい、ただその対抗戦だ交流戦だみたいなことを言われていた時に、自分はウェーブさんからは代表、ウェーブの代表が3人出てきた、でアイスリボンも、まあ、自分は代表として出れるっていうことで、リングの上に上がるのになんで交流戦って言われてるかがよく分からなくて、その勝ちに、私はもう勝ちたいっていう気持ちで立候補したし、なんですかね、なんか交流戦っていうと楽しい試合しましょうよみたいな、なんか分かんないですけど、なんかイメージになってしまって、
なんでそういう議論が行われてるかが私はその疑問というか、逆に自分がなんでだろうってやっぱり思っていて、うん、そうですね、そういうふうに言われているからこそ対抗戦っていうことを意識し始めて、こっちは勝つ気でいるんだから、だったらアイスリボンの代表として自分もやる、もうやりたいな、そういう、はい、気持ちはどちらかというと立候補してから芽生えてきました。カードなんですけれど、向こうは、ほぼウェーブのトップ3で、これ多分リング上で向かい合うとはっきり分かると思うんですけど、まず体格差が歴然、ガミ選手と水波選手は70キロ台半ばぐらい、ガミ選手はもうちょっとあるかもしれないですね。で、大岡選手は身長170センチ、多分向かい合った時点で明らかに向こうの方がでかいっていうのが分かると思うんですよ。で、キャリアも向こうの方が、だいぶ上、水波選手だけは多分、藤本選手と同じぐらいかな、デビューしたとしても、あ、ハムコさんと同じぐらいか、水波さんは、まあ、キャリア、体格、実績で勝ってるトリオ、多分向こうはね、あんまりまだこのカードで勝ち負けと思ってないと思うんですよ、おそらく、あの、胸貸してやるぐらいのつもりでいると思うんですけど、そうですね、あのガミさんが、まあ、私が一番インパクトを残してやりますよ、勝ち負けとかじゃなくてって言っていたので、多分あっちはあんまりそういう風に勝ち負けはこだわってないんじゃないかな。今回勝ったことによって、なんかアイスリボンの団結力っていうのをすごく見せたいんですよ、はい、まあ、外からはアイスリボン大丈夫かと思われてるところで、このアイスリボンの対抗戦っていうその名がつくもので勝ったとしたら、うん、わあアイスリボンいいじゃん、頑張るじゃん、はい、っていう風になると思うんですね、うん、なので本当対抗戦っていうのは一つだけじゃなくて、もういろんな対抗戦があると思うんですよ。だから今回その対抗戦で私たちはそのアイスリボンの団結力、チームワークを見せつけたいなって思っています。なるほど、ただこの3人が勝つとなると、コンビネーションだと思いますので、はい、そのあたりを試す意思疎通ゲームというのが用意されているそうなので、ウェーブに勝ちたいか、勝ちたい、3人で意思が合ってるか、合ってる、それを確認したいと思います。これから5問あります。何問で合格ですかね、これ。4つ、じゃあ4つで合格しましょう、4つ、うん、不合格だったら3人で居残りで練習です。では第1問、じゃん。アイスクリームといえば何の味、これ基本ですね。アイスクリームといえば何の味でしょうか。さあ書いてください。じゃあこいつらの答え見てみましょう。せーの、じゃん、バニラ、バニラチョコミント。
ダメでしょ。いろんなこう意見があってもすごい無理やりだけどいろんな意見があってそれがねこううまく調和すればいいんじゃないかなと思うので、アイスリボン本当に皆さんがっつりと応援してください。はい、私たちは勝ちます。60のベルトは、まあ、現状ボリショイさんが落としてからタランタイの選手が挑戦すらしてきてないっていうのが現状で、アイスリボンのベルトに魅力がないというよりも価値を見出されてないんです。他の選手にアイスリボンの選手が必死になってもう本当にそれだけのために頑張ってるって言っても過言じゃない。あのベルト他の団体の選手にとって何でもないものなんですよ。それが本当に気に食わない。チャンピオンとしてあのベルトを外に一気に広めたいっていうのがあって、一番影響力というか発信力があるのは白井美宇かなと思いました。外に発信したい、いいよいいよ、私女子プロ界で今レギュラー参戦している団体が一番いい女子プロレスラーです。そのアピール力がアイスリボンのために利用させてもらいます。いいじゃん、お前が私のこの力を利用せんなら私は私でアイスリボンを利用して小手に貸し出せていただきますわ。僕あなたの愛に分かってみる、このベルトに挑戦してこいって言ってんだ。このベルトに挑戦してこいって言ってんだ。試合には彼女はやっぱりいろんな団体に出てるし存在感というのがすごくあるなっていうのを認めていて、なんか特に特別なことをしてるわけじゃないんですけれども、なんか目を引きつけるような存在感っていうのはすごくあったんです。もう前回とは比べ物にならないと思うんですよ。彼女も私も前回対戦した時って何もできないというか、何をしてたかなって自分でも思うんです。今はもう団体のチャンピオンとして引っ張ってるっていう自信もあるし、もちろん体力的にも筋力的にもパワースピード技全てにおいてレベルアップしてるのは間違いないので、もう全然初対決と言ってもいいぐらいだと思います。ベルトマジで私にやらせる。おいいよ、せっかくだベルトさん、誰だいつだよ、指名されてもらうには、うちだっていつまでも雑魚次第のほう見せてられねえから。うわうわ、はぁ、お前の前哨戦なんかやって何、私も手の内見せた日には負けフラグが立つじゃねえか、この畜生絶対嫌だね。まあ、彼女の考えはその体力温存とか言ってましたけど、結局自分は1回タッグで負けてるわけで、1回勝ってそのまま前哨戦を行わずに一歩リードしたまま1勝したままこうやって抜くっていうのは彼女のそういう戦略なのかなっていうのは思ってますね。別に 前哨戦がないからどうとか私はなくて、ただ後楽園でやることは変わらない。
てか、うちだったら勝てるとか思ってたらしないけど、悪いよ、シングルで、かなと昼払いに勝ってるから、悪いよ、油断すんの。というわけでですね、先ほどもちょっとありましたけれども、この2人というのはシングル初対決、珍しく、前哨戦一切なしと。珍しいのこれ。割と珍しいんじゃないですかね、こういう週に、まあ、1回2回必ず試合興行が行われてる団体のビッグマッチのメインとしては、このあたりはどういうお考えだったんでしょうか。素直にやりたくないからやりたくないと言っただけで、ね、別に師匠のそれで強制できる力も別にないじゃん。私に対してそんな強制したところでね、会場来なかったらそれで終わりですからね。なんで私はどうせね、後楽園で見れるもんをそんなちっちゃい道場マッチで先にねチラ見せするなんてもったいないわって、どうせだったら後楽園のでかいホールでバッと全開にしてやる、見せてやるよっていうふうに思ったんで、やらないって思いましたね、はい、言ってしまえば勝ち逃げなわけですよ。私タックで、まあ、直接取られたのは猫ですけど、白井明はタックで私に勝ってるわけで、そこで前哨戦をやらないって言われたら、まあ、後楽園まで一歩リードしたまま持っていこうっていう。後楽園に勝てばいいじゃねえかよ。まあそうですね。今回の試合、まあ、美穂さんでね、非常にこう自分のことを客観的に見てる人だと思うんですけれども、今回の試合において自分の有利な点、不利な点というのを一つずつ挙げていただけますか。有利な点は、私はどんでん返しの女っていうのをね、ウェーブさんの波女決勝戦、決勝戦じゃないですけど波女のリーグ戦の時に、お前この人に勝てるわけねえだろっていう人に私は勝っております。栗原歩美、はい、カナ選手に勝っております。そういう点では皆さんが予想している結果を私はひっくり返す女っていうような点では有利だと思うのですが、いかんせんね、プレッシャーに弱い。大事なところで鼻折ったりとかね、そういうことしちゃうタイプなので、あと大事なところはね、大体組んでる人にね、よろしくお願いしますってこうね、一人で全てを背負ったことがないので、そこが不利な点かなとは自分で思っております。はい、有利な点はまずホームであること、そしてやっぱりその後楽園のメインシングルっていう経験値、その私シングルの数が多分多いと思うんです。シングルマッチも防衛戦として結構ハードな試合をしてきたので、その辺は大丈夫だと思うんですけど、不利な点は苦手なタイプです。でしょうね、正直言って苦手なタイプです。はい、真っ向勝負をなんか挑んでくるイメージが湧かないタイプ。絶対挑んでこないでしょうね。もう小賢しいことばっかりしてくると思うんですけど、うん、私はそれをもうそういうのがすごく苦手です、正直言って。なんでもう力で全てねじ伏せるしかないと思っております。はい、千田さんは、勝ってこのベルトをもっと外に発信することにしていきたいと、はい、ベルトの色を変えていきたい。正直今このベル IC の、この60というのは IC のローカルタイトルという見られ方を業界内ではされているけれども、美穂選手に勝つことでちょっとそういう色が変わってくるのではないか。一方で美穂選手は初めて女子団体のトップのベルトを取ったら、これまた今までと違う立場になるわけですが、チャンピオンになった後の自分で考えたことありますか。ないっすよ。ないよ。まずタイトルマッチをしたことないんですから。オズアカデミー見てて思ったのが、チャンピオンは団体の一番なんですってすげえ好き勝手やってたんですよ、皆さん。みんなすげえ好き勝手やってましたんですよ。ぜひともじゃあ、私団体に所属してないので、チャンピオンになった暁にはアイスリボンを私の毒の色に染めてあげたいかなと思います。まあ要するにこう今あれですね、さくらえみが JWP でやってるようなことを白井美穂さんがアイスリボン。最悪じゃんそれ。ということで、今日は決起集会楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。よかった。この勢いのまま後楽園ホールまで
ております。これが丸前にするぞ、ブレイブリー勝つぞ、ビリギリ勝つぞ、白井ミューリー勝つぞ、ブルースハッピーアイスリーボー、ありがとうございました。拍手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 、はい、ということになっております。たっぷり見ていただきました VTR でした。ここに選手がずらっと並んでおります。何これ、もう全然この人たちは仕事をする気がありません、残念ながら。はい、この他にですね、なんとアイスリボン後楽園ホール大会、アリス十番さんの参戦が決定、戦うんでしょうかね、これは。まあ、彼女たちのライブって本当にもうすごいらしく、戦いそのものだと言えるんではないかというぐらいな迫力なわけですけれども、そのアリス十番さんというのをちょっとご説明させていただきたいと思います。東京麻布十番が生んだメタルアイドルユニット、アイドルではタブーとされていた業界初の客席へのダイブあり、後悔あり、ヘッドバンキングあり、モッシュあり、イリュージョンありという本当にもうやりたい放題やっているアイドルユニットなんですけれども、客席が右へ左へと大移動するライブは圧巻です。模倣ばかりのアイドルユニットが量産される現在、業界に新しい風を吹き込む今までとは全く違うコンセプトのネオアイドルとなっております。まずこのね、アリス十番さんのロゴがもう問題ですね。これはアイドルユニットとしてこのロゴはいいのかっていうものですからね。わ、これ参戦といって間違いないんじゃないでしょうか。はい、このアリス十番さんが来て、まあ、曲を披露していただく、さらにそのなんか上なんかやってしまうのかわからないですけれども、アリス十番さんが会場に来てくださるということが決定しております。楽しみです。はい、そのファンの方たちも多分いらっしゃると思うので、それまた楽しみというか、どんだけ迫力がある人たちなのかちょっと見てみたい気もします。はい、あ、こうやって並ぶとくるみがでかいなって書いてあります。でかいな、くるみでか、横もでかいよな。ダメです、壊さないでくださいよ。はい、じゃあここで改めてその後楽園ホール大会のカードを、見ていきたいと思います。ありがとうございます。じゃん、アイスリボン後楽園ホール大会、リボンの騎士たち2012、9月23日日曜日11時半会場、12時試合開始です。第1試合、大島クジラデビュー戦シングルマッチ10分1本勝負、大島クジラ対松本ひろよ。第2試合、インターナショナルリボンタック選手権試合20分1本勝負、王者つくしくるみ対挑戦者チェリー内藤メアリ、第27代王者初防衛戦です。第3試合、リホアイスリボンラストマッチシングルマッチ10分1本勝負、リホ対木月葵。第4試合、トライアングルリボン選手権試合15分1本勝負、王者新田猫対挑戦者ヘイリーヘイトレッド対挑戦者渋谷修、第12代王者3度目の防衛戦です。第5試合、崖の淵プロレス対 DDT プロレス全面対抗戦、時間無制限3本勝負、試合形式未定、松本美和子対高木三四郎。そして第6試合、アイスリボン対ウェーブ6人タッグマッチ60分3本勝負、藤本司、星葉向子、鳴宮真希対ガミ、大岡由美、水波亮。そしてメインイベント、 IC クロス60選手権試合20分1本勝負、王者志田ひかる対挑戦者白井美代、第14代王者6度目の防衛戦です。このようになっております。5試合目の後に休憩が入る予定です。続いて後楽園のチケット情報参りましょう。チケット情報、最前列は完売となっております。その他のお席まだお買い求めいただけますのでよろしくお願いいたします。当日券は1000円アップとなっておりますので、ぜひお早めにお願いいたします。チケットピア、後楽園ホール、そしてアイスリボン選手が参戦する各大会の会場の売店リボン直販で受け付けております。はい、です、ありがとうございます。こんな感じです。はい、ちょっとじゃあ後ろにいる人たちに話を聞いていきましょうかね。
あ、もうカード大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、じゃあくるみから一言ずついきましょうか。はいはい、リボンタックの初防衛戦なんですけど、2人で必ず勝ちたいと思います。明日は無限大にチェリーさんと内藤さんを走らせて、うちらが防衛するだけなのでよろしくお願いします。無限大はい、ウェーブという、強敵の3人が相手なんですけれども、あのですね、ナルミヤにとってもう一つ強敵な、あの最大な敵が現れたんですね。それをちょっと彼女の口から説明してもらいたいと思います。そうですね、自分はウェーブも怖いですけど禁止も怖いので、絶対負け、あの勝ってですね、禁止はもう絶対にありえないので。そうだ、まあ、約束したかんな。はい、いつまでだっけ。今年いっぱいですけれども、今度の後楽園までですけれども、負けないので禁止はありえません。はい、負けなければいいからね。そうです、そうです、はい、そうそうそう、そうです、はい。ということで気合が入っておりますね。そして、もう一つ後楽園ホール大会で情報があります。ナルミヤが着ている舞姫 T シャツ、じゃん。そしてこの私が着ている白ひかる T シャツ、じゃん。これ、後楽園から新発売となっております。はい、皆さんに、白ちゃんの後ろは、そうです、皆さんにデザインを募集して、募集してじゃないや、デザインをこうちょっと書いて、どっちがいいですかねと話したんですけども、結局皆さん結構こっちが人気だったんでこっちを前にしたんですけども、やっぱり好きなんで後ろにも入れちゃいました。よく見ると T シャツの中で T シャツを着てる志田がいるんだよね。そうです、うん、つまり志田さんが手を挙げるとということになります。そういうことか、そういうことになります。はい、そうなんですよ。まあ、私のこう欲を言えば、この中の T シャツの人にもう一人中に入れてほしかったんですけど、ちょっと印刷が無理っぽかったんで、はい、このナルミヤ T シャツ、志田 T シャツが後楽園で新発売となりますので、ぜひお買い求めください。これを、試合前に買っていただいて来て応援するという形で欲しいですね。はい、そんな感じでお願いします。あ、もう時間かな。じゃあ今日締めはどうしようかな。全員で行きましょうか。覚えてない人とかいないですね。はい、じゃあ全員で行きたいと思います。ここぐだったらちょっとこの件危うい感じがするんで、きっちり締めていきましょう。全員で行きます。いいですか。はい、せーの、今日も明日も明後日も全力で行くぞ。あー、19時は女子プロレス、全国に届け女子プロレス、世界に届け女子プロレス。本日もご来場ありがとうございました。やった、これいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、素晴らしい。はい、次回の放送は来週9月28日トーナメントに戻り2回戦に突入いたします。それでは全世界70億人の19時女子プロレスファンの皆様、ごきげんよう、さよなら。アイスリボンでは新人を募集しています。年齢経験は問いません。私たちと一緒にプロレスをやりませんか。でもデビューはちょっとという方は大丈夫です。デビューまではいかなくても日頃の運動不足を解消したい方、毎週木曜日、私志田ひかるが教える女子プロレスサークルを行っています。ぜひこの女子プロレスサークルへいらしてください。お待ちしています。